Konami Sports。実況ハワールプロ野球。はい、どうもリーベです。パワープロ99、約21年前のゲームです。はい、プレイステーション1なんですけども、タイトルのところと、プレステのね、最初の起動のところも、あれもすごい懐かしいんですけど、久しぶりというか、プレステ3でやってるんですけど、1をね、3を持ってるので、で、3できる、実況がね、できるようになったというか、HDCP をなんか回避しないといけないみたいな、そういう話があって、まあ、それを回避するアイテムをゲットして、買ってね、で、まあ一応できたのでやってみようというところなんですけど、ものすごく懐かしいというか、もう自分も知らない時代なんですけど、1999年の、パワープロです。はい。20年前ですよ、これ。はい、ということで、今回は、まず対戦をちょろっとやっていこうか。はい、1999年のこれ、ペナントというか対戦なんですけど、大阪近鉄バファローズ、そしてオリックスブルーウェーブ、あー福岡ダイエーホークス、いやーね、そうなってんすよ。名前がもう阪神、広島ヤクルトスは、東京ヤクルトじゃないんだ、横浜ベイスターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、なるほどね。まあジャイアンツを使っていきましょう。で、阪神使っていきましょうか。高校にしよう。で、東京ドーム。はいはい。そして、あ、コンピューターの強さが、これは、懐かしいね。プーがあったのね。そうそうそう。弱いの下があったんだよな、昔は。じゃあ、パワフル。やってみよう、パワフルで。イニング。じゃあこれは、あ、一回とかあるの一回って一回あるんだ。三回ぐらいにしようか。で、コールドなし、風あり、天気晴れ。天気関係ないよね。調子マーク隠さない。はいはいはい、オッケー。いや、一応なんかセーブしてくれた。そしてこれ見てくださいよ。ジャイアンツの3番にまだ松井選手がいるというね。すごい古い。自分も知らない時代ですね、これは。わー、上原もいる。あとは、桑田。わ、桑田もいるんだ。で、牧原。はい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 。そのぐらいしかわからんな。うん。ガルベス。そんな人いたんだ。てか、めっちゃ強いな。上原使おう、上原。先発上原ね、じゃあ。よし。で、これで野手。野手の方が、かわいい。なるほどね。元木おるんじゃん。後藤、広沢。あ、で、二岡ね。清原もいるからね。へぇ、時代を感じてしまうが、まあこれでいこうか。元木使うか。サード、ショート、セカンド。サード、ショート、セカンド。あー、西か。でもまあ西でいっか。うん。これでいこうか。はい、OK です。で、阪神の方は、坪井、和田、新庄、ジョンソン、檜山、今岡、矢野、田中。なるほど。まあいいや、これでいこう。OK。はい、これで試合開始です。多分当時も自分は全然やってなかったというか、やっ
ってたとしても全然わかんなくってやってたんだよね、選手とかが。そうそうそう。あ、昔の実況の人だ、これ。いや、懐かしい。懐かしいっていうか、うん。実況の声とかはさすがにね、覚えているんですけど、スライダー、フォーク。そう。昔はスローボールっていうのがあったんだよね。うん。ストレートは？あー、で、これこうか。こんな感じか。キャッチャーの枠を見て、ちゃんと投げると。オーケー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 。行きましょう。つぼいに対して、スライダーにしようか。おぉ、多少曲がる。うわぁ、抜けた。いきなり打たれた。そうすると、和田か。和田ってあれ、和田監督なのかな？監督の方だよね。オッケーオッケーオッケー。ストレートね。ストレート。オッケー。で、これでフォークで落とす。どうだ？よし、振った。よーし。で、新庄。3番新庄ね。ストレート。いやー、打たれていく。おう、危ない危ない危ない。よく抑えた。昔、守備なんか全然できなかったからな。で、ジョンソン。誰やねん、ジョンソンって。覚えてね、覚えてねえか知らねえ。ストレート。はい。いいぞ。で、スライダーをこう、曲げると、なかなか振ってくれん。じゃあ、落とす。どうだ。よし。ゲッツー。はい。よいしょ、うまい。うまい、うまい、うまい。てか、まだまだね、面白いね、このゲーム。パワープロ面白いな。こんな99年、20年前のゲームでも、全然盛り上がってできるよ。さあ。先発投手はこれ、四季、ヤブって読むのかな？はい、二岡じゃない。西、セカンドゴロ。3回などでね、早めに決着をつけたいので、先制点を取りたい。OK、OK。あー、ここストライク？いや、ま、これ全然できるな。OK！走れ走れ、うわー、ダメか。くそー、来ましたよ。3番松井。ミートカーソルどうなってるかようわからんけどな、これ。うまいところに投げてくるな、おい。よし、いやー、ダメか。あー。全然ダメだった。そして5番檜山か。檜山、今岡、矢野ね。OK。さあ、上原、初回をしっかり抑えたからね。いいよ。ストレートが冴え渡っている。オッケー、打たれたけど、どうだ。ああ、これがあるんだよな。昔のパワープロ、これがあるんだよな。中継して、三塁まで行った？うわあ。やばいな。これはやばいね。スローボール使っちゃったね、今。どうだ。え、フェア。やばいな。いきなりパワフルでやったから。しまったな。フォーク。いや、ボールか。ここでどう？オッケー、ストライク。スライダーをかます。これは取れる。いや、ダメか。ダメだな。なんとか抑えたい。ストレート。やばい。どれ？おうまい。遠よく取った。むず。超むずいぞ、これ。よいしょ。これも大丈夫。取れる。よし、取った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 。いいぞ。しっかり抑えてる。いやー、ミートカーソルでか。このミートカーソルでかいなぁ。はい。ボールか。これどう？いいよ。落とすよ、最後。振れ！よし！ファールか。もう一回落とす。振れ！おじい、オッケー。勝てるんじゃないか？ 20 年前のパワフルにも勝てるんじゃないか？ 4 番マルティネス。行くぞ。実際この選手あんま知らん。
いやー、ストレートか。あ、振っちゃう。いや、難しいな。よし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 。振れんかった。よく見た。おっしゃ。ショートゴロ。うまい。守備もうまいな。さあ、由伸。3割1分34本98打点。素晴らしい成績だね。さあ、打ちたい。いやー、これインコースか。来た。ホームラン打ちてえな。これはホームラン打ちたいな。さあ、清原。この時の能力はちょっと低めか？引退前だもんね、多分。でも引退前はオリックスにいたんだよな。あー、うまく、ゴロを処理されて、5安打打たれちゃってるね。さあ、でもここをしっかり抑えれば、次の回またチャンスがね来るかもしれん。抑える。 OK、 OK、 いいよ。ここ OK。 まずは、ああ何やってんだ、エラーした。ダメだな。ゴロ、よしよし、6、4、3、 OK。いいね、上原。ちゃんとこのフォークをさ、そう、ゴロで打ってくれるんだよ。いい、いい、いい、素晴らしい。1点差だよ。なんとかこれ1点取ろう。取れるよ。ちょ、本気、本気でやろう、本気で。いやー、ストライクはそこ決まる？いやー、ちょっと振っちゃった。セカンドゴロ。やばいなー、あと2つ。村田。村田さんね。ストライクか。よく見て、オッケー。出るよ。いやー、くそ。よし。いや、弾いた。ダメか。やばい。代打出そう。代打誰がいる？河合さん、石井、後藤、石井にしてみようか。センター前、センター前。よし。落ちる。落ちる。おわー。ノーヒットで終わりたくない。ノーヒットで終わりたくない。あー、ダメ。完封負け。あー、みんな集まって。あー、1対0で負けたわ。まあでもそんな感じか。はい、最後にですね、ホームラン競争っていうのをやって終わろうと思います。キャンプって何かわからんけどね、これ。これなんだろうな。まあいいや。この BGM 最高だよね。さあ、ホームラン競争行きましょう。何 ?3 選手って何 ?3 選手記録なんてあるの ?3 選手でやってみよう。あ、そういうのあるんだ。じゃあ、この時代のホームランバッター3人並べます。はい、この3人にしようと思います。OK なっちゃった。まあいいや。ローズ、ペタジーニ、松井。この3人で行こうと思います。なんとなく能力が高そうだったんで。いや、懐かしい音楽。これだよね。はい、センター前。ホームラン打たないと。行くぞ。ちょっとずらせれるのがさ、嫌だよね、これ。入った？おしよ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 し。何もなんか実況もないんだな。あー、難しいよ、これ。これ難しいなぁ。あれ？もう変わっちゃった。これは？届く？オッケー。
実況ないんだな。あ、やばい。普通のサードゴロになっちゃった。サペタ G に、頼むぞ。わー、センター前。そう、ショートゴロか。いやー、じゃあここは松井に託すしかねえか。センター前。あ、難しい。難しいな。お、来た。これはいったでしょ。よし。まだ打つよ。よし。いってない？あー、ダメ。あ、終わっちゃった。一本ずつ。もう一回だけやる。これで終わる。ラスト。さあ、ローズ。よいしょ。あ、ダメかな。え、ちょっと難しいね、これ。行くぞ。ここ。あー。やばい。あー。あらまあ。ペタジーニ、頼む。ミスれるのは3回か。2回までか。打った。これはいったでしょ。これはいった。いってない。マジか。そう、ここだ。あー、痛烈な当たりだけど、やばいよ。うっ、やばい、ゼロ本に終わってしまう。逆方向行ったんじゃない？素晴らしい。行ってないか。マジか。やば、これやばいね。終わりたくない。よし、なあ。はい、そんなわけで、20年前のパワープロまだまだ楽しめるということでね、はい、まあ、単発でやっていきましたけども、これからですね、プレステ3の3と1の実況ができるようになりましたので。まあこうやって単発でちょろちょろっとやるゲームを増やしていこうかなと思っております。はい、まあ中古屋でごそごそと漁ってもいいんですけど、まずはね、家にあったもので、実況をしようかなと思って やりました。まあ、はい、これからもちょこちょことプレステ1、3の実況ができればいいかなと思います。はい、そんなわけで今回は以上です。お疲れ様でした。さよなら。